幼児教育と保育の無償化を実施する改正子ども子育て支援法が与党などの賛成多数で参議院本会議で可決成立しましたこの法律では0歳から2歳の子を持つ低所得世帯と3歳から5歳の子がいる全ての世帯を対象に10月から幼稚園や保育所などの利用料を無料にします